これは飛鳥容疑者が昨日午後6時ごろ自宅に帰るために利用したタクシーの車内の映像です。駒沢通り分かりますよね。あ、はい、駒沢通り。まっすぐ神奈川を越えてください。神奈川越えて、はい、分かりました。この時すでに飛鳥容疑者が今日にも逮捕されると報じられていましたが、マスク姿で乗車した飛鳥容疑者は比較的落ち着いた様子で、一度だけスマホを取り出した以外は電話で誰かと連絡を取ることもなく自宅まで向かいました。ロケやって家の前に人が座ってると思うんですけど、ギリギリに止めてください。はい、わかりました。で、速やかに止めてドア開けてください。はい、で、お通りはもういません。飛鳥容疑者は午後6時半ごろに自宅に戻った後、およそ3時間後逮捕されました。